はキャロウェイに来てます。今回はアパレルではありません。キャロウェイのエピックを打ちに来ました。こんだけね、周りも変えてて、私もリンゴルフやりながら打ってみないわけにはいかないぞということで、キャロウェイさんにお願いして今日はやってきました。どうなるかわかんないんですけれども、まあ、リアルなね、シダを皆さんにお伝えできたらと思います。行ってきます。こんにちは。契約プロが居づらいですよね。そうです。はい、担当してもらうのはフィッティングスペシャリストの吉野さんです。はい、吉野です。よろしくお願いします。お願いします。今日はぜひ体感していただいて、はい、来ました。はい、ぶっ飛ぶところを見てください。ちなみになんですけど、はい、私が思ってるのは、まあ、一番飛距離が出る。はい。でその秘密をあんまり知らないんですよ、実は。そのエピックならなんでこんなみんなが飛ぶ飛ぶって言ってるかとか、そういうのも教えてもらえたらなと思って。わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。早速エピック、まず標準の R 言っていただいて、その他のカスタムシャフトいろいろ軽いのあるので、はい、まずここから振ってみてください。いや、もうすでに重いちょっと。そうですよね、これが今280に対してこれ 290g ぐらいあります。へぇ、本当の300とかないですか？300はないです。ないです。かっこいいね、もう緑だし。スピーダー。標準がスピーダーなんですか？標準がスピーダー入ってます。高級ですね。あ、なんか弾きが全然違うよ、自分のと。もう一発目でね、これほとんどの人が感じるので。え？全然違うよ、なんかパパーンっていくよ。もう上田桃がこれバインって表現しましたけど。すごい、初めて打ったから。すでに数値的な部分もこれ、まあ、今回初速が出ますよっていうところなんですけど、これが、まあ、一発目なんですけど、まあ、はるかにこれ速くなってますよね。入ってるの120マイルっていう形、うん、でこっちが平均218なので、うん、もうこの初速が出るっていうのがやっぱり距離につながってくるの で、 うーん、でここから先はあの打ち出し角度とかバックスピン量をこうフィッティングにで適正に入れていくっていうことができるともうちょっと飛ばせます。ポンな、ってことは全然違います。全然違いますね。緑色がエピックのヘッドです。はい、赤いのが私のさっき言ったやつです。そうですね。え、なんか全然パシャンパシャン出ていくスピードが違う。まあそうですね、初速が速くなって。はい、ちょっと今この辺に当たったけど別にそんなに結構飛距離歌ってるドライバーなんですけど、実際に完成モメントもかなり大きいのでコースに持っていくと曲がんない印象の強いクラブなんですよね。へぇー、優しく感じます。安心感。で今重いという声があったのでちょっと重量軽い。あっ、ちょっと少し先端剛性硬めのものいっていただいて。硬いです。ちょっと硬いですよね。はい、その間ぐらいのところで。わぁ、柔らかい。ただ嫌いじゃないと。一番柔らかいのが実はここにあるんですけど、これも試しに振ってみてください、はい、ゼロスピーダー、これが 30g 切ってるシャフト、好評 29.5g って聞いてます。もうさっきまでと全然違うターム、うん、確かに柔らかいのうまく打ちますね。これ今一番飛んでます。完璧です。めっちゃやっぱり柔らかいのいいですね。すごい動的。この機械で220はなかなか出ないですよ。これコンセットは240っていうデータです。本当ですか？はい、素晴らしいです。うわ、最大飛距離が生まれるかもしれない。最大飛距離出てます。もうボール所属に至ってはお使いのドライバーの平均値118.6だったんですけど、今こちらで126マイルまで上がってます。全然違いますよね。全然違います。でこの辺がやっぱりフィッティングに来ないと打てないシャフトばかりなんですよね。この辺の軽量のモデルね、この軽さはなかなかお店でシダ入ってないので、うんうん、全部ここが 40g 台のモデル、これが三菱さんの一番軽いところで、これが藤倉さんの一番軽いところ、はいはい、各社のこう今軽いところを順番に試してもらって、そうするとやっぱり柔らかくて先しなりのここが一番タイミング取れてるっていう。使えるのはすごいいいリズム持ってますね。本当ですか？はい、やっぱ先柔らかすぎちゃうと打てない人も多いので、うん、ゆったりのタイミングなんですね。ゆったりグンみたいな感じなんで、
じゃあこれ早速教えてもらいましょう。なぜエピックが飛ぶのか。中身がこんな感じになってまして、これの中身がこうなった、はい、でフェース面以外が実はこれカーボン素材でこう作られてます、覆われてます、うんうんうん、でこの部分を軽量化して、まあ、この外周に金属量を持たせることでまず芯広がりますよと、うんうんうん、で飛びのメカニズムは後ろから見るとこんな風に2本のバー、まあ、これチタンで一体成形してるんですけど、通常これがないと当たった時にここの部分、まあ、振動が大きくなってエネルギーロス出てくるんですけど、それを結んでおくことでエネルギーロス出ないですよと、これがパーンと初速につながってきます。やっぱり飛ぶメカニズムです。今まではこういう柱はなかったんですか、ね、はい、もう基本的にはここ後ろ何もない状態のヘッドが一般的ですね。この柱があることでこうとにかく反発 の、 その力を逃がさないみたいな。そうですね、まあ、上下のこう振動とか左右の振動っていうのが起こらなくなることでエネルギー伝達が良くなりますよと、この辺がね打っていただいて多分一発目の手応えっていうのが全然違うって感じたのが、そう全然違った、もうびっくりしちゃった。なんかで離れ、玉離れが全然こうシュポッって感じ、なんか私の中ではなんか早く前に飛び出ていく感じでしたね。一瞬もプロなんかでもイメージよりも早く出て消えちゃうっていう声もあるぐらいなので、そういう感じでした、はい、っこれがよそにはないテクノロジーですね。ちなみにこの後ろにあるこれは何なんですか。これがペリメーターといって 11g のウェイトついてます。で初期設定ってど真ん中についてるんですけど、ちょっと今日振り始め右に行きやすい傾向あったのでこれドローポジション、1つドロー寄りに持ってきてます。でそうすると、パッて置いた時にフェースこう上向く能力高まるんですね。あ、はい、まあ、捕まりがいいセッティングですよと、はい、逆にこっちを重くすると下向いちゃいます、捕まり悪くなっちゃいますよと、まあ、その部分の特性を合わせてますよと、まあ、これどこでも止めることができますので、もうこれもすぐあの現場で自分 で、 そうです、ね、はい、自分でできる調整になります。なんかこのあとこう直せるやつと直せないやつあるじゃないですか、はい、そうですね、もう一つの方がもう一つが直せるんですか。はい、このサブゼロという方なんですけど、こちらのテクノロジーですね、工具調整の機能がついているので、うんうん、まあ、これでガチッと止める。でこっちだとロフトとライの調整ができます、はい、これとこれの大きな違いは何なんですか。これまあスライド式左右方向の打点に対してブレ強いモデルで、まあ、こちらは上下のウェイトの 12g と 2g の差、これ入れ替えることでスピン量のこう上限が変えられますよと。なのでどちらかというとまあミート率高くて、まあちょっと重い仕様にもなっているので、まパワーがある選手で飛ばしましょうっていう時にパワーある方ってバックスピンが入るとこう吹き上がりやすいので、うん、そういうのを抑えるような特性が強いモデル、サブゼロ、はい、でこちらにいてスピンがこうやっぱり少なくなりすぎちゃうっていう方なんかはやっぱり適度にスピンも欲しいので、うんうん、比べた場合ロボットテスト比べた場合はこっちがスピン少なめ、ちょっとこっち入ります、スピン入ります、はい、でただフルチタンの今日お持ちいただいたのはフルチタンのモデルよりは明らかにスピン量下がってますので、うん、この辺を適正値どこに入れるかっていうので我々ヒッティングで選んでますというキャロウェイのエピックの構造、この2つの違いですね、はい、まあ、プロはじゃあ基本的にこっちってことなんですね。そう、男子がまあ半々ぐらいな感じなんですけど、やっぱ男子のこっちを多く選んでて、女子だとこっちがほとんどですね。へー、はい、女子プロはこっちの方がほとんどで、りょうくんもこのヘッドを選んでますよね。え、りょうくんもこっちなんですか、はい、なのであまりこうね、こう先入観なく、ここは結果が出るものを選べますので、あ、意外でした。プロは全員こっちの難しい方を使ってるのかな。今プロでも優しいヘッド選ぶ時代になっているので、ね、はい、もう一回自分のと比較してみてください。なんか全然違うのもちょっと遅れますね、はい、はい、全然違う、全然なんか、ね、吸収される感じがすごいマックス比較で比較してもやっぱり飛んでますね。そう、10ヤード違う、かなりいいですよね。やだ、すごいじゃんすごいです。じゃあせっかくだからね、ウッド系もね打ってみたいと思います、うん、今ので186この機械でいってます。え、嘘、嘘とか言ってで私5バイトそんな飛ばないよ。スピンが抑えられるとこう飛ぶ要素がここにも加わっているので、ほんとドライバーの適正値に近づいてますよね。なので結果として飛んでるよう。
ワンオン。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。